シアルブラザーズ。はい、どうもシアラニと申します。というわけで今回は自社動画なんですけども、この前言っていたあれが届きました。見てよこれ、まあ、何かと言いますと、おそらくモンスト選べるグッズですね。これは、モンストから届いてるんで、もうこのタイミングだったらもうあの選べるグッズしかないでしょう。で、これが鬼滅の刃のコラボの第2弾の日にちょうど来たんですよ、これが。それでこれを開けようと思ってたら、翌日、あ、2日後にこのフランスパンみたいなのが届いたんですよ、これ。で、これおそらくタペストリーじゃない、これ。ちょっとこれでかくない？マジで。ちょっと笑いそうになるんですけども、まあ、とりあえず、こっちから開封していきますか、これから。いやー、マジ楽しみだな、ほんと、これ。すごいな、ほんと。いや、もう夢に見たものよ、これは。ほんとに。おー！やっぱりそうですね。おー！すごい。ちょっと反射しそうですね、これね。ちょっと一旦、開けますわ。さあ、ということで、これ、おー、すごいですね、これ。今、袋から開けたんですけど。さあ、というわけで、いきますか。まあ、皆さんのお待ちかねの、あいつを、いきますか。3、2、1、ドゥン！え、三島春子！おい！このパン！三島春子、三島。おい、ちょっと皆さん、 T シャツになってますよ。誰がここまで予想できる。いや、すごいな、これ。え、これ普通にみんな着たくないですか、これ。それはないか。ああ、いい、え、いい、この大きさの、この春子の、この高画質な春子を見たことありますか？いや、すごいな、これ、本当に。ちょっと着てみますね。はい、というわけで、こんな感じですね。着心地は、ちょっとなんか匂いますね、未だに。なんか、まあ、それは買ったばっかりなんで仕方ないんですけど。いや、これは、ちょっと僕今日一日これ着て作業しますわ。本当に。いいですね。これが、あ、ハンカチ、これハンカチ、来てますね、これ。ちょっと開けていこう。さあ、というわけで次はこれ、ハンカチ。ハンカチですね。いや、届いててよかった。ちょっと、タペストリーと、T シャツしかない感じしたんで、タペストリーに巻きつけられてましたね、これ。うわぁ、サタンの重心化のハンカチです、これ。これ見て、汚い。何この形。何なんだ、この形は。マジで。え、なんか、え、ハンカチってこんなもの？ハンカチってこんなもんじゃないよな。なんかまあ、こういうデザインなんでしょうね。さあ、というわけで皆さんのお待ちかねのやついきますか？いきますか？もうちょっと見えてますけどね。存在、これでも存在感がすごいですけども。いきましょう。3、2、1。ドゥン！三島春子！汚い！爪とめっちゃ爪とめ。おい！すごいぞ、これは！皆さん。これもちょっと汚いけど。この清潔感あふれるタオル。ハンカチか。どっちでもいいや、もう。これ手拭いたら相当綺麗になりますね、これは。水属性っていうのもすごくいいですし、まあ、思ったほどね、ちょっと色合いが綺麗な色合いじゃないんですけど、いや、こういう風なね、ダメージを与えた時の属性の色も出てますよ、これは。いいんじゃない、これ。ちょっとなんか荒いとこもあるけども。うわ、感動ですね、ちょっと。
これでね、まあ手を拭きたいんですけど、ちょっとまあ飾る用としてね、これは置いときますね。まあ次行きます。さあまずは獣神化サタンから見ていきましょう。届けるぜ、地獄を支配した極上の友だ。おー、いいね、いいんじゃないですかこれ。この色合いちょっとなんか濃い感じ出てますけど、ツルツル感がいいですね。おー、これはもうぜひ飾りましょう、お家に。もうお家以外に飾ったらね、なんかまああれなんですけど、絶対そう自分のお家に飾るんですけど。さあというわけで、じゃあ次ね、皆さんのお待ちかねのてってきててるるるってきててストライクショットですの。で、三島春子。おこのパー、このパーと、三島春子、三島。おおい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 、すごくないかこれ。おいおい、三島春子、三島。すごい高画質。おいおいおい、すこれはマジで飾りますね、本当に。いや、テンション上がりますわ。これ今ちょっと適当に今つけてますけど、こんな紐もついてました、これ。すごい、あの、気が利きますね、これ。本当に、この、これにこうかけてるんですわ、こうやって。これ。なんか、ちゃんと後はかけますけどね、これ。うおぉ、このパあの、いつもと部屋が違うんで、ちょっと、外に聞こえるんで、ちょっとそろそろやめますね、これは。頭おかしいと思われるんで。はい。ということでね、すごいいいわ、マジで。本当に。もう、この、なんでしょうかね、これ。星4号のキャラクターで、ここまで、一人で、しかも進化前で、タペストリーを、主役を飾っても、全然違和感ない、この凄さ。これはすごいぞ、本当に。もう、この、大きさのこの高画質の春子、そのむしろもう俺 X フラッグのそのにお願いして春子の元の高画質の画像をちょっともらいたいですね、これ。本当に、うわー、すごっ、何これ。いや、いいわ本当。はい、ということでですね、これが今回の春子グッズですよ。これ皆さん合計何位だと思いますか。1万円ですよ1万円ですよ。こんなね、7年間ぐらいモンスターやってきて楽しんできたのに、まあ、8年間かやってきたのに、モンストのグッズに全く興味がない男がこのグッズに1万円ですよ、本当に。でそれをこの前の動画で結構高いねって言ってたら、あなたモンストのガチャに普通に1万円にポンポン課金してるじゃないですかって。あ、そりゃそうなんですけどね、それのそうなんですけど、まあね、まあこれちょっと、まあそういう気持ちにならんわ。ならんわ、これもう1万円の価値あるわ、これ。すごい貴重ですよ、これ本当に。タペストリーなんて、売り切れますからね、皆さん。早めに揃えたい方は、買ってみてはいかがでしょうか。やっぱね、自分の推しキャラをね、家に飾れるっていうのはすごくいいですよね。まあそういうこと僕あんましたことないんで、これが本当ね、人生初の、まあ、推しキャラのグッズ買って飾るということですね、マジで。さあ、まあそんな感じですけども、今回はここで終わらせたいと思います。それでは見てくれてありがとうございます。次の夜会で会いましょう。さよなら。三島春子。